ね、はい、じゃあ続きます。はい、はい、はい、次は、はい、ちょっとあの落ち着きたいのでムカロンに行きたいと思いますね。はい、はい、じゃあ次は専門受験。あら、専門受験する人いるんですか。わかりやすい。はい、そっか、ユナティの友達。ユナティの友達です。ユナティにしてほしいよね。大丈夫です。じゃあちょっとこれ2個後に戻しま、あの、取りますね。なかったことにしといてください。なかったことにしました。はい、はい、続きまして、じゃあゆうかろね、はい、新しい職場で今まで以上に関わる人たちを応援したいです。おお、の人は誰ですか。ですか。お、あれ、素敵、素晴らしい。新しい職場なんですか。そんなに遠くないんですけど、はい、変わりました。自分だけじゃなくて関わる人たちを応援したいんですね。はい、応援マン。素晴らしい。ちなみに、はい、この曲です。このご時世だと菅の愛は勝つがいいですね。あ、3歳の時よく歌ってた。3歳若いな。いきます。せーの。心配ないからね、結構時間過ぎてるから。4月からですか。はい、4月から多分今2人新しい人の職場に行かれると思うんで、まあその関わる人たちにも幸せになっていただけるように、はい、みんで応援しようかな。みんなで、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 いいよ。はい、せーの、ゴーファイミー。送るとしたらどんなお花を。あ、そうですね、そう、頑張ってほしいっていう意味を。欲しい、希望とか、うん、そう、今ガーベラは卒業式とかあんまなくなって、お花屋さんとか低迷されてるんですけど、ガーベラって4月とか3月とか、ね、一本巻きで送る方が多いので、ガーベラとか、希望とか前進っていう意味なので送られると喜ばれる。いいですね。さすがフラワーマジックマカロンでした。ありがとうございます。続いては、あ、コロナに負けず外国人向け料理教室を頑張る。あれ素敵。じゃあユナティのお友達はさ、ユナティまとめて応援したいんだけど、ちょっとさっきのさ、なんだっけ、ちょっとそこ専門受験と、あともう一人は何ですか。まだ書いてません。あ、じゃあ OK です。じゃあ一回これは最後に取っておきますね。はいはいはい。じゃあ次はめぐちゃん。絵本の制作を書いた人。絵本の制作皆さん、教えてもらえますか。あの、今友人と絵本を制作してまして、で、友人と絵本制作で、まだ絵本の段階ではないんですけど、キャラクター設定をやってまして。キャラクター設定、それを頑張りたいなと思います。作るの簡単じゃないし。いや、そうですよ。でもなんかきっと人々になんか、ね、思いがあって作られると思うので、今日はちょっと思いあふれるメグオンに、ね、応援してほしいな。はい、はい、一応いただいてるのは、はい、プライムローズの夢の花っていう曲なんですけども、わかる、わからない、わからないので、言葉に乗せて、はい、なんか歌ってもいいですよ。作ります。はい、はい、シンガーソングライターなんでね。プライムローズ夢の花、はい、即興だ、即興で、はい、天使の歌声よ。ごめん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 。はい、はい、プライムローズ何でしたっけ。プライム夢の花、夢の花、はい、いきますね。はい、はい、はいはい、どうぞ。やさん、夢の花咲かせ、いきまーす。花開け、夢の花、イエーイ。キャラクターが完成して絵本が無事に完成します。Yeah!
頑張れそうですか。困ります。はい、ありがとうございます。ねえねえ、あの一瞬さ、おたげやるかと思った。あの構え方ちょっとおたげっぽかった。